木製の起き上がりこぼし、昭和中期まで広く、市場に出回っていた、セルロイド製の乳児用起き上がりこぼし起き上がりこぼしは、重心を利用したおもちゃである。国、地域によっては、丸底人形、ロリポリトイ、ティルティングドール、タンブラー、またはワブリーマンなどと呼ばれる。一般的には、卵形の球面の底をしたおもちゃであり、斜めにされても勝手に起き上がる。 一般に中は空洞で、底の半球部分の中に重りが入っており、重心は半球の中心より下にある。おもちゃを傾けたり倒したりすると重心が上がり、重力の位置エネルギーが最小となる平行である直立方向に戻ろうとするが、勢いがつきすぎて行きすぎてしまうために、逆側の重心が高くなって、再び重心を戻そうと直立方向に戻るという、 動きを繰り返し少しの間ぐらつくが、やがて静止する。日本の起き上がりこぼし、一部のダルマ、起き上がりポロンちゃん、ロシアのナバルやシュカや、バンカベストン、か、プラスクル製のウィーブルのように、いろいろな外見の起き上がりこぼしが、複数のガングメーカーや様々な文化で作られてきた。日本語の起き上がりは起きて立ち上がるという意味である。ガングの勝手に起き上がるという特徴から、 成功する不幸な出来事を乗り越える不運から逃れることになぞらえている。中国の伝統的な起き上がりこぼしは中が空洞の陶器性の太った子供の人形である。また中国の民芸品には舞台上で見られるような滑稽な管理の形の起き上がりこぼしもたくさんある。官僚の非効率さや愚かさを揶揄したものである。運動スキルが発達する頃の 小さな子供のために起き上がりこぼしを進める玩ングメーカーもある。子供が叩いても起き上がりこぼしは転がって行ってしまうことがない。ムッシュカルブートと呼ばれる公演がダイナモジーン劇場によって行われ、観客は起き上がりこぼしに噴した人と触れ合える。イーニット・ブライトンのノディシリーズにはこの種類の玩ングを元にしたミスター・ワベリマンというキャラクターが登場する。 プラバスというテレビショーには、パペット、人間以外の司会者として、バブルという起き上がりこぼしの道化師がいた。ありがとうございます。